はい、どうもチョルです。どうも、いちゃんです。トロちゃんです。はい、今回ですけども、はい、海外ベルギーに来ております。よーしょ。で、前回ベルギーで宝くじを買い占めるみたいなやつやったんですよね、はい、で、10万円分ぐらい買ったんですよ。還元率が 50% 超えてて、日本の宝くじクソだなってこと分かったんですよね。まあそうだね。もしかしたらベルギーだったら本当に大当たり来るんじゃないかっていうところまで一応来たわけですよ。で、今回は本当の宝くじ専門店みたいな、まあ、宝くじめっちゃ売ってますよってところに来て、はい、このお店で100万円分の宝くじ、いや100万はやばいよ。まあ、還元率50だったら100万買っても50万買ってくるわけですよ。いやでも50万なくなってるわけ。いやでもそれでもすごいんですよ。あ、まだ日本に比べたらね。すごいすごいすごいですよ。日本だったら100万買ったら絶対20万とかなんですよ。明らかにそれより上の数字出るんじゃないかってことで、本当に万が一の一発だったらやばいと思うんですよ。いやだって奥っすよ。奥か奥か、本当にもう何十億いくんで一発で、もしかしたら本当にこれで人生終わるっていう。もうそのままもう YouTube 上げない。はい。あげません。あげないよ。いやでもあげますよ。あげますよ。あげた方が面白いですよ。ですけど今日最終回だとやだよ。で、まあ、とりあえずもう30億とかだったらもう人生終わりですよね。いやもうだって勝ち組だよね。一旦終了です。その間にはなんぼ欲しいですか、ぶっちゃけ。さっき決めておきました。後で揉めても困るんで。あ、そうですね。一応お金は俺とじゃないですか。相馬さんも一応出演するんで、お金が発生した方がいいじゃないですか。そんなあんまり言えないけど。パーセンテージ決めます。パーセンテージ決めようか。パーセンテージいきます。あ、じゃあ何パーっすか。一回何パー。一回何パー。一回何パー。せーのでいいよ。あ、いいっすよ。何パーって。せーの。30。あ、すごい。30パー。いや、すごい。取りすぎじゃないですか。いや、違う。どう考えよう。出してもらって、出てるだけですよ、動画に。連れてってもらって。もう、別にいらないんだけど。もう2パーとかで、2パー。いらないんだけど。30とかだったら、9億もらうんですよ。だから2パーでもいいですよ、2パーで。いらない。ガチでいいんすか。ガチで。え、いらないですか。じゃあそれ、後からもう撤回で。いや、ちょっと。じゃあ、分かんないです、一発。もう、じゃあ、そっか、嫌われてもいいか、30いく。嫌われてもいいから。いや、行き過ぎですよ。嫌われても一生安泰ですからね。まあ、その時点で。せめて10でしょ。いや、せめてね。せめてね。まあ、でも、いつ30だ。どうせ当たんないんで、多分。だって30。まあまあ、でもそこはさ、後で決めればいいじゃん。で、30に置いといて。当たったら、置いとくよくらい。安いもんでしょ、もう。いや、もう安いもんよ。そういうことです。安くないっすよ、全然。カットすりゃいいやん。もう、後で。ちょっとじゃあ、ユーロ。持ってきてるんで。うわー、すげえ。100ユーロ。100ユーロ、これも1万円以上でしょ ?1 枚。1ユーロ130円。1万3000円とか1枚。これがもうアホほどあるんで。うわ、やば。うわ、8枚ぐらいあるんだ。バカっすね。これ、すごい。うわー。いっちゃいますか、じゃあ。びっくりするんじゃない、もう。急にね、100万みたいな。そういう人多いんじゃないですか、もしかしたら。いるのかね。いや、いないと思いますけどね。確かに。それ行ってみましょう。行ってみよう。店員さんがめちゃくちゃ綺麗なんですよ。めちゃくちゃ確かにめちゃ綺麗。ありました、ありました。ちょっと通訳お願いしたいんですけど、はい、宝くじを100万円欲しい。 Sure? OK。 本当ですか。そうだよね。これマジ選べるってことやな。高いやつ行った方がいいですよね。これが一番やばいですよね、多分。これが一番高くて、もうこれ行った方がいいんじゃないですか。これ多めで。じゃあ高いやつから多めで100万円分でお願いします。おおおお、めっちゃ多い。うわ、来た。すげえ。これですね。一撃当たったらね、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、6000万ユーロ。え、60億。えぐすぎん。60億の30%は18億。30%やめ、やめません。一回でも、一回落ち着いて。ほんまに還元率 50% 超えるのかっていうのも今回確認したいんですよね。確かに。ガチですごい還元率なのかなっていう。2回連続で50以上あったらもう確実だもんね。確実です。100万分買って50万買ってて、やばいっすよ。いいっすね、宝くじ。大人買いで夢あるな。これですよ、全部で5万円分。やばいっしょ、この数。宝くじタワータワーで。これなんかさりげなく置かれてますけど、700万ユーロなんで8億とかっすよ、これ。これ一撃8億っすよ。いや、マジやばいっすね。当たったらやばいっす。でもね、俺ね、コメントあったんですよ、前。カジノとかで最近俺爆発してるじゃないですか、ストレス。パワースポット行った効果出てきたんじゃないかって。あー。今になってね。そう、あの、10カ所巡って。確かに。もう、センキュー。おおおお、スクラッチ専用の。あー、そんなあるんだ。探検者全員にやってもらって。助かりましたよ、これ。これやるね。これ便利。多いぞ、これは。削るんめっちゃ大変そうやけど。削っても分からへんやつはもう、店持っていくのが一番早いから。削るだけ削ってって感じだね。オッケー、センキュー。はい、スパイダーマン。スパイダーマン、イエス。Yes。 はい、宝くじ100万円分買ったんですけど、はい、この100万円っていう数字はこのお店の1週間の売り上げらしいです。いや、大体やばめちゃめちゃ大儲かりってことだね。そうなんですよ。宝くじ売ったら儲かるんですかね。結構。いや、儲かるでしょ。だってで言うて還元率 50% なんで。まあまあ、いいことしましたね。いや、いいことしてる。注ぎ来るかもな、ビジネス。あ、ワンチャンね。ありえるよ、それ。まただってね、いい接待したらまた力が来てくれると思って。頑張るでしょ。俺だったら抱かれるけどね。俺だったらね。じゃあ今からこれ削っていきますか。行きましょう。Hello everyone、ごきげんよう。My name is
Hello, so much to register. Hey you, my name is Hikaru. こんな感じで、今回ですけども、どんな感じ宝くじを削っていくんですけど、数がめちゃくちゃ多いわけですよ。宝くじによっては簡単なやつと難しいやつがあって、これとかね、もうクロスワードで難しすぎるんで、こういうのはもう自分で削っても分かんないところで、こういうのは全部どけといて、後で機関に通していって、分かりやすいやつ。これとかね、これとかめっちゃ分かりやすいんですよ。もう削るところがもうちょっとしかないんで、はい、で、一発これ1億なんで。1億。こんなの奥ですよ。もう奥何枚あるのって話ですね。マジでわけわかんないからね。こういうのを優先的に削っていって、はい、で、僕たち2人だと正直もうこれとてもじゃないけど削りきれないんで、ヘアメイクの佐々木さんとか、リッキーとか、その他ちょっといろんな方がいるんで、全員で削っていこうかと思います。はい、頑張るぞ。じゃあとりあえずこれからいきますか。じゃあいきましょう。 Win for life 3000ユーロなんで30万ぐらいかな。ここ一発弱い、まあ、でもこれは一発弱いと当てるだけでもう結構3分の1ぐらい返ってくるんですげえ。これ当たったのこれビンゴカードみたいな感じで。ってことは枚数めっちゃ多いな。すごい数ある。いやすごい数ある。ちなみにこれ5ユーロなんで、これが1個600円ぐらいします。これ1枚600円ですね。この宝くじで600円の宝くじないんで、やっていきますか。お願いします。何した当たりなんかな。あ、一緒の絵柄かもしかしてこれ。じゃあ削ってみましょう。あーそうだそうだ。あ、一緒に、ああ、一緒のやつが出たら当たりですね。ここまでのやつが、これ出たら、この当たり分のユーロ。ああ、そうでしょうか。もう簡単っすね。あ、対策いい。5ユーロ当たりました。5ユーロ、やば。おい、はいはい。元取りまして、まず。おめでとう。ありがとう。おめでとう、そうま。おめでとう。そうま。まねまね。当たりだけ抜けていく作戦で。よっしゃ。間違っても大当たりをインチでパクられてください。マジで、そんなそういう歌があるんで。はい、やめてください、マジで。マジでやめてください。そういう歌がある。前回あるみたいな。まだない、まだ、まだ可能性はある。ない、ないでしょ。前回2班。2班もない、2班もない。で、1班。1班もない。あってほしかったけどな、重さに。なんか、当たりそうな気がしてるんですよ。カジノで大勝ちして、トゥモローランド大成功して、今これなんで。裏側いきます。はいね。せーせーの。せーせーの。せーせーの。せーの。父さん、俺たち、金持ち YouTuber。YouTuber。金を使って。金稼ぐのさ、まさにこのことキャビア、フォアグラ、ラグシャトブリア、ドブリア、毎日食べても、おーっとっと、あ、5ユーロ。びっくりした。びっくりした。当たったかな、なんか来たかと思った。一流が、オレンジュさ、すごいですね。なんかすごい、ふざけてるんですよ。レシピやね、まず。当たったわ。もう多分、7.5ユーロ。え？ああ、今なんでこれ？また戻した戻した。今日ちょっと早くないペース。と、え？5ユーロ。え？王冠来たから。やばいから。王冠で5ユーロあるんや。関係ない絵柄は。変わるんや。2個当たってるよ。確かにこれ10ユーロ。お、10ユーロ当たった。よし。いいね。ナイス。一旦じゃあこれ終わりましたね。次違っていきましょうかじゃあ。ダッシュっていうこれね、5ユーロなんですけど、1等が7億ぐらいあるんですよ。7億。これは多分5ユーロで当たりやすいんでしょ。これは多分相当当たりにくい。当たった時一発でかいぞってやつ。なるほどなるほどな。わー、来た。数字ね。この数字が右にあれば確か当たりやった気がします。29なし、3なし、28なし、11なし、20なし。そう、これで下に乗ってる数字が当たると。なるほどなるほど。普通に5000ユーロとか万ユーロあるんだよ。なかったかー。なかなか当たらんなやっぱこれ。マジで7億だったらどうする。なんか使いますそれ。バンバン動画使っていきたい。あー、セキカジノやる。やるでしょ。ガチな話、7億買ったら1億はカジノ使います。マジで1億かけます。宣言どうでしょ。逆にかけません。普通はかけないね。20ユーロ。おえ2000円。ちょっともうだいぶ使ってるんで4枚で同じ20ユーロなんで、うん、あんまり見ないです。めっちゃあ現実戻った。さっき右消しといて、ここの右の数字がここに来ればロックだ。あ、違った。びっくりした。さあ俺もリアクションしちゃった。さあ、どうか。もう出したらじゃあ比率上げますよ。お、あ、もし相馬さん出したらやった。出した人が比率上がることでしょ。あ、そうだ、ね、もらえる配分ね。いつももちろん。Thank you。出した人間やっぱ運持ってる人間なんで、やっぱりこっちにテンション上がる。君のように消しめる。一発欲しいな、これ。カラビってマジ夢ありますね。やる。なおさらベルギアが夢を感じるな、俺は。ベルギアの話ってマジでなんか複雑やから面白いですよね。なんか日本ってこんなん絶対ないやん。めっちゃ種類多いしな。なんか楽しませてくれるよね。宝くじファンとしてはマジでいい。あー、ごめんな。悔しい。ちょっとね、もう宝くじ削ってるんですけど、タイトなスケジュール感で動いてて、宝くじ削る時間すらもうないって言われてて、うん、で宝くじ換金するのも時間が決まってるんで、ちょっと削るのなしで、あと20分くらいしたら、もう換金所持って行って、そこでもやるしかないって言われてますね。で、もう僕らも明日帰国するんで、もうなんとかとりあえず換金だけは終えるっていう感じにするんで、おそらくもう削る作業はそんなにできない。20秒削ったらもうあとはもう機械に通していきます。じゃあもう終わらせようかね。決めちゃっていいっすか。え、決めちゃっていいよもう。うん、いいっすか。いいよいいよ。バイ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 。あ
そうだ。これやばくない？ VIP クラブこれすごそう。10億13億。どうやってやるの？やってみていいですか？いいよ。あの下に数字があるんじゃない？これがこうなんじゃないですか？ビップ攻めします。1枚何もするんやん。15ユーロ、やば。2000円ぐらいしないこれ。2000円ぐらい、やば。これでもマジ一束で買い物ってない。これ何も1億です。2億だ。これ進化版キャッシュ違って、ほんま変なこと起きんかな。いや本当にそれくそー、あらせない。削るとこ多すぎるマジこれ。しかしやろ、めっちゃ疲れるやん。めっちゃ最後の1枚出ました。はい、頼む。これラストっすよ、俺も。じゃあ時間もないんでラスト。よっしゃー、ここで決めたらやばいですよ。でも機械通したらわからんから。はい、はいですね。どうだった？俺終わり。はぁ、なかったっすか？はぁ、マジ。あぁ、こっから先は機械通して結果見ますか。めちゃくちゃ量あるんで。こっから本番でしょ。こっから本番、こっから本番。前座も前座で、本当に前菜よ、本当に。ホープってどこっすか、これ。じゃあホープ例えるよ、どこら辺っすか。もう巣鴨とかね。スガホン、スガホンのソープラインで、ソープで言ったらね。僕はあのソープのプレーで言ったらどの辺のプレーなんですかって聞こうと思ったら、場所に言われたら敵に回しですよ。それは良くない、はい、申し訳ないです。監禁所まで行きますか。監禁所まで。はい、では換金所持ってきました、はい。まあ、換金所って普通のコンビニみたいな感じなんですよね、うん。ここでこの宝くじを換金してもらいます。はい、お願いします。じゃあいきますよ。じゃあ始め、カモン。始め。ねえねえ、懐かしいね。これ夏いね。夏い。これ一気に飛んできますから、ね。いやー、おお、え、早っ。20、お、20、あ、20、早っ。え、めっちゃ当たるやん。そんな当たってた俺。おお、75。え、前の最高っすよ、これ。すごい。え、やば。75。いや、削ってたら全然あかんかったけど、もしかしたら俺ら味方間違えちゃうかも。お、また当たった。また当たってるもん。当たりすぎじゃない？これすごいよ。だってもう75より当たっとるってこと。今買ってますよ、だから。買ってる買ってる。こんな始まり、よかったら行ってもらうんじゃない？いや、行っちゃうんじゃん。でもベルギーマジいいな。ベルギーマジ当たりやすい。おー。おー。ゾンビ。モンスター、モンスター。モンスター。モンスター。ゾンビチルドレン。ゾンビ。ゾンビ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 。綺麗ですね、店員さんね。いや、やっぱ綺麗。どうもいたんだ。美人奥さんですね。いや、そうだね。うわー、やばい、連続やばいな。やばい、やばい、やばい。え、なんでなんで、これ何これ。入ってゾーン入ってる。何これ。なんとか言って75が最高、ね、75だ。でも当たり前にもなんか当たるからさ。確かにこれ負けてないんじゃない、もしかしたらって。積み重なっても勝てるんじゃないかって設定出てきてますから。おーい、センキュー。お、連続ゲッテン。ゲッテン、すげえ。ゲッテン何？連続ゲッテン何？20ゲッテンなの。はい、落ちる来たらゲッテンなの。おい、ゲッテンです。え、一番言っちゃいけないやつだね。いいでしょ、別に。いいです。あ、こっちか。まあ、ゲッテンですと、あれは違いますから。いいでしょ、別に。見てる。おーおー、来た。ゲッテンです。受けます、受けます。トマさんもバカにしますよ。いや、バカにしてないよ。なんすよ、バカにする。俺の小先やるな、お前。来たですね、ここで。うおー、45。ビップやっぱすげえ。やっぱビップすごいわ。これ1枚15ユーロするんで。まあそうだね。おーい、おーい、来た。あ、ビップ来た、ビップ。これビップや。ビップカモン。うおー、来た。150ユーロということ。初めて初めて。2万。次このキャッシュいきますからね。これキャッシュはマジで一発奥です、これは。今キャッシュやってる。おっしゃ、カモンキャッシュ。おー、なるほど。ゾンビ、フランケンシュタイン。ナイスリラー。おー、スリラー。おお、メリア、メリア、メリア。僕だ。1万円がこんな簡単当たる宝くじあるんやな。おお、50、50、50、50。いってるよ。オッケー、オッケー、いいよ、いいよ。おお、75。すごいな、マジでこれ。当たりの数おかしいやん。音もええな、この。全部がよく聞こえてくる。これ、杉山浩一ちゃう？音作った。ドラクエの、もしかしたら。監修してんだ。おお、メリアン。今までで一番当たった高い金額っていくらなの？ここの店で。そう、この店で。100万ぐらい。おお。100万以上の人たちは宝くじに直接電話するみたいです。へえ。ちょっとまだまだもうありすぎて削る人もいないんで、バーコード削らないといけないんで、僕らもちょっとそれやるんで、すべてが終わるまで飛ばしたいと思います。というわけで宝くじの換金すべて終わるまで。タイムテレポです。時飛ばしない。タイムテレポ。もう一回行こう。いや、もう大丈夫です。え、嘘。終わった。フィニッシュ。フィニッシュ。センキュー。感動だもんね。宝くじ100万分の換金というか、あれが終わりました、調査が。果たしてこれいくらになってるのか、結果発表ですね。はい。見たいと思います。来ました。おお。おお。8000ユーロぐらいかな、100万円で、はい、こちら4914ユーロ。
すごいわ。これすごい、ほんまにすごい。還元率やばいんじゃない？ 50% 超えてますね。超えてるよね。2回やって2回でも 50% 超えてるってことは、やっぱベルギーって基本 50% が 60% あるんですよ。いや、60% ぐらいありますよね、多分ね。これすごいな、マジで。これマジですごいんじゃない？リアルにすごいと思う。すごいし。日本じゃ絶対ありえないんで、俺何回もやってきてるんで、ベルギーは前が偶然じゃなくて、これが当たり前っていう検証結果ね。素晴らしい検証。すごいな。で、これで一発あるっていうことだから、夢ありますね。夢のある国だ。これベルギーやったからさ、すごいいいの分かったからさ、やっぱ次はちょっと他の国別の国ね。どこが最も還元率の高いのか言ってくれてんのかっていうのを調査していきたい、各国って。そうね。でも、最終的に還元率の世界地図を作ってほしい。伊能忠敬みたいに、そう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 、あの伊能忠敬が日本地図作ったけど、俺の場合は宝くじの地図を作る。宝くじどこで宝くじ買えばいいのか俺の動画見れば分かると。そうだね。そういうね、チャンネルになっていくと。それっていくの専門チャンネル。専門チャンネルね。宝くじ専門チャンネル。じゃあこのお金全部もうカジノ行っちゃいますか。ちょっと1000万狙いに本気勝負しに行ってもいいかなって。あ、このあとね、行ける。まあ行きたいっすよね、どうせやったら。1000万行きましょう。1000万行きましょうよ。1000万。ベルギーで勝ったらどうします？そもそも光が勝ったらってこと。はい。それはもう下で出る。下手に出る。お願い。Thank you。 Thank you。 Thank you。 ハピネス。出た。お手カジノ。カジノ。あ、カジノ。おおお、いやいや。わ、すごい。すごいすごい、これ。この量。オッケー。なんか宝島の船で出てきた感じします。ちょっと使用感がある。使用感。これがだから日本円にするとこれが59万4000円分。うわすごい。60万だから。60万だから。まあ還元率59万。すげえ。59万の確率過去一出ましたね。ベルギーすげえ。そんな感じで今回はね、宝くじ100万ベルギーで買ったらどうなるのかっていう動画だったんですけど、やっぱすごい還元率。前やっても多分 50% 超えてて、今回も 60% ぐらい。ありえないんですよね、これ。いつかほんまに100超えるんじゃないかと、還元率っていう気がしてしまうんで、もしまたベルギー来る機会があったら宝くじ挑戦してみたいなと思います。そしてまあ他の人のね、宝くじやっていけたらと思います。そんな感じで今回はこれで終わります。ありがとうございました。ちょっとこれもかなり手伝ってもらったんで、お礼でお金渡しておきたいと思います。 Thank you。 This is for you guys for helping us. Help. Thank you. 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 Thank you.いらない、いらない。お母さんが受け取ったよ。おいおいおい、ファイフしたい。 OK、 Thank you。 グッバイ。あー、初めて手振った。ドッキマニ。心開いたね。心開いた感じで。ハイファイフ。えい、すごい。 Thank you。 えい、えい、えい、おい、おー、イエーイ、 Thank you。 マネパワー。